プロジェクターをお借りしたっていうこともあるんですけど、その僕はこの映像について、映像と人間の関わり方とか画像と人間の関わり方について、あの考えて作っている。そうですね、まずあのいろいろリサーチしてて、であの、まあ、基本的にはインターネットなんですけど、そういうのでいろいろ調べてて、であの、まあ、そのもの自体もすごくあの一度使ってみたいようなものだったっていうのもありますし、あとはあのなんだろう、あの今までちょっとそういう関係があったあの映像機器の会社と違って、ちょっと新しく何かあの一緒に何か作っていけるようなことがあったらいいかなっていう気持ちがあって、そうですね、あのちょっと比較するのもあれなんですけど、もともとこっちにあって借りる予定だったプロジェクターが、ちょうどランプがなくなるトラブルとかがあったので、やはりあのそういうことを考えるとあのすごく安心できるというか。そうですね、それはすごくあのやはりこちらであのお借りしたやつが一番あの綺麗に写って、あの写った瞬間にすごく嬉しかったというか、あの感動したっていうのがあります。写してすぐにこう鮮明に写ってるなっていうのが分かったので、うん、もうこれはあの使わせてもらいたいっていう気持ちがすごく強くなる。あの、まあ、日常的に僕がすごくそれにあの取り組んでいるかっていうと、そうではない、そんなことはないんですけど、あのやはりあの全てにおいてそういうふうにあのデリケートというか、あのきちんと考えられて作られてるなっていうのは、他の機能の部分においても安心できるっていうことにつながるような気がします。もしこれであのプロジェクターがお借りできなかったら、本当に展覧会ができなかったぐらい、あのすごくそのお借りできたことのパーセンテージというか、展覧会の中で使わせていただいたことで助かっている割合がすごく多いので、本当に感謝しています。